はいどうも皆さんこんにちは、ピヨキングです。今更だけど2019年も終わったことだし、僕が2019年にクリアした鬼畜コースをねまとめましたんで、ぜひアップしたいなと思って今この動画をね収録しています。全部ね 0.00% 以下で確かに難しかったんだけど、その中でもねランキング付け、ランキング順位をつけてちょっと発表していきたいなと思います。一応コースはね5つあるんで、ランキング5位から発表していきたいと思います。プレイ動画に声は入っていませんので、コースをクリアした時は実況してるんで、そのリンクは動画説明文などに貼っておきたいと思います。それじゃあランキング5位、第1作三段跳び。ランキング4位、トビーフォックスメガロバニア。
ランキング3位、ザ・エンドレスバトル 99.99%。
ランキング2位はスーパーエキスパートスピンジャンパー。これね、一番最近クリアしたやつだけど、本当にめちゃくちゃ難しかったです。そして最後の1位、僕がね、鬼畜コースをクリアした中で一番難しかったコースは初めてのスピラン、スピードラン。このコースはマジでめちゃくちゃ難しかった。この1個のコースにいろんな要素があるんだよね。音符抜けだったり、空中バネジャンだったり、いろんな技術をね、駆使してクリアしないといけないから、ほんと難しかったこのコース。それまでね、音符抜けとかヒップ耐久とかやったことなかったから、このコースをやることによっていろんな技術をね、習得できたんだけど、何もない状態でこのコースをするのはほんとにきつかった。Oh!
はい、いかがでしたでしょうか。初めてのスピランの最後のね、クリアのやり方はちょっと違ったかもしれないけど、まあ、制作者のミス、それでもこのクリア率だからね、めちゃくちゃほんと難しかった。はい、それじゃあ今日はこの鬼畜コースのね、ランキング順位付けをね、したところで終わりたいと思います。気になるのがね、一つでもあったらぜひやってみてください。どれもマジで難しいから、ちょっと覚悟してやっておいた方がいいと思います。それじゃあまたね。